それで今日はその弦楽器の部分です。まあ皆さんも大体三線というとチントンシャンというですね、こういったものを想像されると思いますが、こういう音楽の中にやっぱりこの歌舞伎の400年の歴史がありまして、今日はその糸の部分の旋律のまあ面白さ、それを今日は分かっていただきたいと思います。まあ今真夏ですごく暑いですが、もう少し涼しくなると日本はとても虫が良くなる国でして、素晴らしい鳴き声が当たり前のように聞こえてきます。チンチロリリーンリーカチャ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 ね、コロコロコロとか、虫というのは本当にこう当たり前のように鳴きますけども、江戸時代も今も流行語はないので、ですから江戸時代の人にも皆さんにも僕らにも同じように聞こえたんです。これは虫の相方といいますが、江戸時代に南部公のお殿様がもうちょっと歌舞伎に飽きて、ちょっと歌舞伎離れて純邦楽で聞きたいという要望でございまして、できたことがこの秋の色草という曲で、秋の風情をテーマに作られています。ですから当然秋に鳴く虫の声が入っております。Yeah.